少量。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。ショタです。りょうでん、少量です。はーい。今日は何をするかと申しますと、はい、以前、うん、ちょっとどんぐらい前かな、リップスティックチャレンジっていうのをやったんですけど、もうだいぶ前だよね。そう、うん、だいぶ前でしょ、うん、でね、それでまたそのプレゼントでね、うん、あのリップのやつを送っていただいたんですね。うんうん、あ、レフのまでまだついてたんですけどそう、いろんなリップを送っていただいて、うん、ただ前にリップスティックチャレンジをした時は平気だったんだけど、うんうん、なんか僕もともとちょっとアレルギー持ちで、うん、見てる人たちも少し知ってるとは思うんですけど、うん、なので、うん、つけれなかったんですね。顔とかにはつけれないんだけど、うん、でも一応体にはつけられるんですね、うんうんうん、あの結構ボディクリームとか、うん、ハンドクリームとか塗ってるから体は平気なんだけど、うんうんうん、ちょっと顔が僕はちょっと合わないみたいで、うん、ちょっとつけれなかったんですけど、うんうんうん、ただこのリップスティック、うん、口じゃなくてもいいんじゃないかって思って。ああ確かにね、せっかく送ってくれたから、うん、どうせだったらこれをね、キス以外で、うん、リップスティックチャレンジをしていこうと思います。ひょにょ、大丈夫かな、やっぱりチューじゃないとみたいなさ。まあそうなんだよね、感じでさ言われちゃうよね。ね、ね、カップルの人たちは結構リップスティックって言ったら口ではあるんだけども、まあ、そうね、うんうん、まあでもね、ちょっとまあしょうがない、うん、しょうちゃんが今そう敏感肌だから。そうなんです。なのでちょっとあれなんですけど、ね、どこにつけんの今回は。今回は手とか、うん、手とか首とか首とか、あーなんか適当にしていこうと思って、うん、で、僕は口つけれないので、うん、リョウに全部問題出すので、リョウが答えてくれる形で。あ、なるほどね。僕はつける担当で、俺が当てる。そうです。で、しようと思います。はい、はい、どうする、リップの紹介する。うん、あ、でもさ、俺知らない方がいいよね。知らない方がいい。全然見てないんだよね、まだ、あの、送られてきたやつを。はい、はい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 、うん、いや、その方が楽しいと思うから。オッケー、じゃあ、アイマスクあるからそれつけとけば。あ、何、ホットアイマスク。ホットアイマスク、うちのマスクじゃなかったんだけどちょっと癒されときます。うん、前向いてても平気だよ。あ、そっか。うん、終了。というわけで、じゃあ今見てくれてる方たちにリップ紹介をしたいと思います。ちょっと口には出せないんだけど、うん、ちょっと紹介していきますね。おい、まずすごい目がポカポカしてきた。ほんとこちら、みんな知ってるよね、これ。多分量も一回は食べたことあるやつ。ちょっといて。これも懐かしいよね。めっちゃ懐かしいな。これが二つ目。三つ目。じゃん。これも食べたことあるんじゃないかな。四つ目が、これ。これはね、多分、人によってあれかもしれない。五つ目。いいね。これ、美味しそう。うん。こんな感じで、これらを試していこうと思います。終了。で、今日はちょっと、ハレンチな回なんですけど。恥ずかしいな、久しぶりだね、こういうのやっていこうと思います。というわけで、まずどうしようかな。あ、隠しとけばいいのか。マスクしたままする。おいおいおい、マスクしたままするの。気づくのが遅いよ。マスクしたままする。塗るところは、うん、隠して、隠して、もう塗って、あの、うん、しまったら外そうかな。そう、いよいよ嗅ぐとき。オッケーオッケー、うんうんうん。じゃあ、まず最初は、こちらから。もうね、これがね、目がポカポカしてね、眠くなってくるのよ。そうだよね。これは、わかんないぞ。わかんないと思うな。どうしようかな。じゃあ、ここにしようかな。こんぐらい塗ればわかるでしょ。よし、じゃあ外すね。うん、はい。眩しい。まず最初、うん、ここに塗ったので。早いな、早いな。いいよいいよ。上でっかい。どう、書いたことあんだよな。あ、なんだろうな。え、難しい。いいよ、あの、後で食べても。食べれんのこれ。買い、絶対つけ、買いのことあんのよ。え、なんだっけ、え、なんだっけ。あ、なんだろうな。唇つけて食べてみたら。いや、絶対わかんないよ。あ、ああ。
ことある、これ。難しいかもね。難しい。チック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 、わー恥ずかしいな、恥ずかしいな。わかんないな、なんかチョコレートっぽい匂いもするんだけど、でもなんかフルーツっぽい匂いもするんだ。うん、どうする、ヒントとか。ヒントちょうだい、ヒント。ヒント。ヒントは、うん、子供の時食べたことあるかなと思って、うん、それと言ったら、もうそれが代表格って感じ。それしか思いつかない、俺は。さて、あどうかな、じゃあ行くよ。はい、どうぞ。じゃあ、うん、最初につけたのは、何でしょうか。ミルキー。残念いや、わかんないって。じゃあ正解いくか、うん、正解しますね。はい、正解教えてください。じゃん、クーピーラムネでした。いや、わかんねえだろこれ結構ねそう、わかんないの。わかんないね、これは。わかんないね。でもなんかすごい嗅いだこと、なんかこれで直接嗅ぐより、うん、なんか塗ってるのを嗅いだ方が多分これの匂いだと思う、うんうん、あー、なるほどね、うん、あ、惜しかったな残念はい、じゃあ次どんどん行こうよ、はい、うん、ね、じゃあいいよ、明確視しとくね。うん、ひょにょ、また違う場所にしたよ、塗るところ。わかりました、混ざっちゃうから。はい、じゃん、これこれにするね。うんよかった。マスク反対だよまあまあまあいいやすごい、なんかこのパッケージがなんか連想させるよね。次はさ、じゃあどこに塗ろうかな。どこがいいと思う。ここにしよっか。ここにします。じゃあ、あ、でも匂いする、わかる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 んだけど、多分さ、でもさ、このやつのさ、あ、どうだろう、わかるかな。ちょっとまあ試してみましょう。うん、よしと、ではマスク開けてください。ほい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 、よいしょ。じゃあ次はですね、うん、ここに塗ったので、あ、手の甲。うん、あ、ここね。ん？わかんない。あ、これもなんか嗅いだことあるな。おほほ、いいよ、舐めてみて。見えないようになって。ちょーっと。おい。やばい。味あんの？結構難しいね、でも。なんかさ、うん、さつまいもっぽい匂いするけど違う。キャラメル？あ、まあ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 、なんか遠からずだな。なんか多分今やべえやつに映ってる。あ、ん？なんだ？なんでしょう？カントリーマーム。じゃあカントリーマームで。うん。残念。ブブー。でしょうね。はい、じゃあ正解いきます。はい、正解は。うん、こちら、じゃん、ピノのアーモンド味でした。あーでもさ、あの、普通の味しかわかんなくない？そうね。結構これは難しかった。あ、でも、言われたらわかるわ。うん。アーモンドの匂いだ。そう。あー、確かに確かに。うんうんうん、言われたら、あ、そうだってなる。うんうん。確かに。残念。あ、ピノアーモンド。うん。すごい。はい、じゃあ。よくできてるな。ね。うん。次行こうと思います。はい、お願いします。では、続いて。はい。じゃん、これで挑みましょう。これはね、多分ほぼみんな食べたことあると思う。ちょっと匂い嗅ぐね。あー、はい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 。あれ、今回もお菓子系？うん、これは分かりやすいけど、どうだろう、うん、ドンピシャで当てれるか。あ、そういうことね、うん、この味とかは結構分かるけど、これがドンピシャで当てれるかあれだよね。というわけで次はどうしようかな。ここにしようと思います終了。よし、さあ、じゃあ目開けてください。はいはい、次なんですけども、うん、ここまたそんな変なのつけたね。はい、じゃあ、あ、恥ずかしいな、恥ずかしい。あー、はいはい、なんかわかるかも、はいはい、あー、グレープ。うん、グレープ。なんのえ、なんのグレープ。グレープはグレープだよ。じゃあもうそれで正解にしちゃう。もう一回もう一回もう一回。ダメだよ。はい、行きます、はい、どうぞ。目。
メントスのメントス。メントスのなんかグレープみたいなやつ。それ系。まあ、まあ、いいでしょう。正解で。正解じゃないんだけど。まあ、半分正解。本当は何なの？グレープなんだけど。うん。じゃん。こちら。風船ガムのグレープです。うん、いや、それよ。これ。それ。うん。あ、中白いの？そう、白かった。ああ、うん、もう、それよ。うん。すごい。もうこの匂いはね、すぐ分かった。うん。いや、懐かしい。めっちゃ食ってた。なんか、いちごとかさ。ね、そう。そうそうそう。あったよね、これね。そう。オレンジとかね。そうなんですよ。うわ、懐かしい。使ってみて。ああ、もうこれ塗ったから、もう、しょうちゃんとチューできない。そうだね。うん。はい。うん。じゃあ、これでした。すごい再現力が。うん。さて、さて、さて。はい。じゃあ、目隠しお願いします。これ熱く熱いよ。じゃあ続いてじゃんこちらで、これは多分食べたことあるんじゃないかな。終了。これね、ちょっと匂い嗅いでみる。もうやめてやめて。だって暇なんだ。ん、これは無理だと思うな。難問。ほぼ匂いしないと思う。うん。じゃあこれはですね、うん、ここにつけたの。さあ、じゃあ目を開けてください。うん、はい。あ、膝小僧につけたの？うん。いきますね。あ、ん？あ、なんだっけこれ。なんだ？知ってる。うん。多分食べたことはある。あ、なんだっけ？なんだっけ？知ってんのよ、この匂い。え？え？待って、ちょっと待って、ちょっと待って。アイス？アイスはないかな。あ、わかった。じゃあ、ちょっと伏せといてね。伏せといてよ。絶対合ってると思う。じゃあ、うん、答えていただきましょう。うん、どうぞ。パイン飴。おお、正解でしょ。いや、もう絶対それだ。正解、そう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 、すごいじゃん。いや、すごい、俺。じゃん、これ。そう。よくわかったね。いや、めっちゃわかった。俺わかんなかったよ、これ。いや、めっちゃパインやめ。うまいじゃん。めっちゃパインやめ。マジか。うん。もう、これすぐじゃなかったけど、結構すぐわかった。さあ、続いて、最後はね、こちら。これはね、多分人によって、一応飲み物なんだけど。飲んだことある人もいれば、飲んだことない人もいると思う。僕は飲んだことあります。なんとなく。匂いわかんない。どうしようかな。どこ塗ろうかな。どこがいいかな。どこ塗る？こうしてさ、あ、これだったらいいね。はい、塗っちゃいました。よし。じゃあ、りょうちゃん。うん。外していい？はい。うん。ここです。あ、いいんですか？そう、ちょっとぽっこりお腹が見えちゃうから。待って、どこどこどこ？ここら辺。ここら辺。ここら辺。はい。くすぐったい、くすぐったい。すごい。飲み物でしょ。飲み物。飲み物でしょ。うん。言っていい？どうぞ。三ツ矢サイダー。違います。おー、ほんと、なんかサイダーっぽい匂いがしたんだけど。うん、他に候補ある？わかんない。メロンソーダ。違います。コーラ。違います。もう、これ言ってったら当たりです。じゃあ正解言うね。正解は。何？じゃん。レモンスカッシュです。はい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 。ああ、そうだ。はいはいはい。うん、レモンスカッシュ。あ、なんか、つけたらそんな。うん。うん、レモンスカッシュだ。そうなんですよ。はいはい、これ好き。よかった。使ってください、ぜひ。昔よく飲んでた。あ、ほんと？うん。ひょにょ。どうでした？いや、面白い。面白い。うん。なんかさ、なんかクオリティ高くない？そう、高いの。うん。今回送っていただいたので、これありがとうございます、うん。ありがとうございます。この、うん。やつは、りょうちゃんが使いますので。うん。はい。俺の一番のお気に入りはね、うん、パインやね。あ、そうなんだよね。うん。めっちゃいい匂いした。うん。どれも本当にいい匂いだった。うん、なんか俺も使えないのがちょっと残念なんだけど。まあ、うんうんうん、でもね、これが動画にできてよかったなって思ってる。あ、確かにね。せっかくね、もらったからね。うん。うん、はい。よかった。うん。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。